と、hey guys, my name is わさもんナイスという道、改めまして推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは夜更かしの歌第8夜、どいつもこいつもです。なんだろうな、どいつもこいつもなんだろうか。誰が言うんだろう。なずなちゃんかな、多分。まあ、まず前回のおされたい7夜、なずなちゃん以外にも吸血鬼がいることが判明。まあまあまあ、それはまあそのうち出てくんだろうなと思ってたら、思ったよりも出てきたし、吸血鬼女ばっかだったね。まあ、なんかギャルがいて、おとなしい子がいて、あざとい子がいて、大人のお姉さんがいてみたいな感じで結構いっぱいいた。で、まあなんかなずなちゃんが割と特殊な例みたいな。眷属を残すわけでもないのに、その特定の人間とずっと関係を持つっていうのはなんかあんまりよろしくないと。だけどコウ君としてはなずなちゃんとお互い好きになって吸血鬼になりたいって言ったら、え？みたいな感じを言ってたから、多分なんかね、やっぱ時間的制限があると思うんだよな。まあ、それがどんな感じなんかは分かんないけど、まあなんか回数だったり、出会って何年とか、なんか初めて血を吸われてから何年とか何回とか何日とか、なんかそういうのがあったりするんじゃねえかなっていうのがあるから、まあ多分そこら辺もわかるでしょう。あの終わり方だったら今回の頭で言うんじゃない、割と。まあ早速見ていきましょう。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どうなるんだろうな。はい、それでは、D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。まあしょうがねえよな。なんかあんだよな、やっぱこれ。1年か、やっぱね、やっぱ、やっぱね、そうなるよな。忘れてた。
ご褒美だ。飛んだ。どうすんだろう。どんくらい経ったんだろうか。あと残りどんくらいなんだろう。なんか3、4ヶ月ぐらいもう経ってそうな感じするけど、どうなんだろう。え、慣れんのかな。ここに映っているほとんどが吸血鬼だったとは。びっくりした。いや、まだ出てきてないのか。あの長髪の男性は誰なんだろう。最後のこのシルエットだけなのは誰なんだろう。本編開始。まず説明はするか。殺されるよね。やばいよ、本当に。こいつだ。お兄ちゃんっぽい。違う？誰？
ほう。あれ、これもしかして。どういう関係だろう。友達か。本当だよ。大丈夫かな。怖いよね。警戒はするよ。一緒におるやん。なんかやったんだ。なんだ。なんだ。やべえやつだってこいつ。やばいぞ。レトロゲームやん、もうそんなん。プレステって。
映画か。だと思うよ。よくないな。めっちゃおしゃれ。大丈夫かな。第8夜、どいつもこいつも。ビーバート。お、酔っ払いさんたち。
あら、早くない？なんだ、勇気ってなんだ、どういうこと？どうした？ん？え？なんだ？なんだ？なんだろう？え？なんだろう？なんだろう。え、なんだろう。え、なんだろう。なんだろう。終わった。え、なんだろう。
あれは何だったんだろう。手つないだのってなんかあんのかな。なんだろうか、中学生は犯罪だよなみたいなこと言うと、なんだろう。でも1年か、割ときつくない？なんか最後のところだけ切り取ると、なすなちゃんもなんか、いやでもなんかそういうのじゃないような気がするけど、なんだろうね、わかんねえや、なんだろう。でもデートに対してそんな悪い印象ではなかったような気がするんだよな。これがデートだったら私は毎日楽しい、毎日っていうか毎回楽しいぞって言ってたから、悪かないんじゃねえのかな。真昼でいいのかな、名前。真昼最後に映った人が好きな女なんかな。なんだろうね。でしょうか。なんだろう。なんだろうな。わかんねえや。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、夜更かしの歌第8話、どいつもこいつもでした。ありがとうございました。なら。